皆さんこんばんは。キャプテン翼ロックをカミカミしながら実況プレイ、今回が第20回目、どうぞよろしくお願いします。待たせたね。待たせたよ。僕も待ちました。お久しぶりです。うわっす、そうですね、もしかしたら、こうリアルタイムで追っていないと、何が起きていたかわからないっていう方が、いらっしゃるんじゃないかと思いますので、一応触れておきたいと思うんですが、先日ですね、我が家のパソコンが、爆破しました。コッパみじんに。いや爆破って何ですか。いやいやいや、じゃなくて、このね、実況プレイ生活約2年間を支えてくれた、私のパソコンが、壊れてしまいまして、とうとうね、去年あたりから調校あったんですけれどもね、まあ今回は、新しいパソコン買うまでちょっとお休みをいただいてました、ね。まあ経緯についてはブログの方に書いてますんで、細かいことはここでは、良いでしょう、ね。とにかく久しぶりのキャプテン翼ロックなんで、僕自身非常に楽しみにしていました。そんな本日の試合ですが、本日の対戦カードはレッチェ対ハンブルガー。イエーイ、どん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 パフ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 。そうですね、ここまで、どっちのチームにしてもね、1回戦2回戦と、何回かね試合を見てきていますんでね、でまあね、どういう選手がそれぞれにいて、でそれぞれがどういうプレイスタイルを取っていくチームなのかっていう、そういう個性の部分も分かり始めてきてるんで、こう僕の中でもねやっぱり愛着が芽生えている分、なんていうのかな、ここでどっちかが消えてしまうっていうのはすごい惜しいなっていう気持ちでいます。なんでまあぜひね、まあ、どっちかが消えてしまうのはしょうがないんでね、精一杯両方のチームには頑張ってもらいたいなっていう気持ちでいっぱいです。ということでね、早速じゃあキャプテン翼ロック久しぶりの、パート20やっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よし、行こう、行こうぜみんな。おう。スタジアムは、レッチェのホームスタジアム、デフォルトのやつで行きたいと思います。よし、そうしたら、間もなく両チームの、フォーメーション出てくるかと思うんですが、こちらがハンブルガー SV433 ね、トップ下にはポブルセン、対してレッチェも433の、僕仕様。カミカミ仕様になってますね。トップ下は翼くん、この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。いやー懐かしいなこの雰囲気。それからですね、今回ちょっと画質をいじってみました。くっきり感がね前よりも出ているんじゃないかなというふうに思ってます。まあね、ちょっとシャープすぎるかなっていう気もするんですけどね、まあ、ニコニコ動画に上げた時にまたちょっと変わってくるんでね、今回だけちょっと実験的な意味合いで、この新しい方式を試してみます。ちょっと1週間ぐらいちょっと皆さんのコメントなどで様子を見ようかな。今回限りの実験、実験画質ということで、こちらがレッチェのスターティングイレブンの面々、ね、かっこいいね。どうもよろしくお願いします。チェーザレ君もいますね、ニコーラ君、そしてこちらがパーエスパーハムルガー、カペロマン君もいますね。これがスターティングメンバーレッチェ。ブルノ君はねここまで無失点記録を続けているっていう驚異の成績を残しているわけなんですが、対してハンブルガーがこちら、こういったメンバーです。さあ間もなく試合です。カルネバーレいいね、懐かしいね。いやー楽しみです。さあ笛が鳴ってレッチェのキックオフで試合が始まりました。まずはレッチェが左から右へと攻めていきます。左のエンドを取るのがレッチェ、右のエンドを取るのが、ハンブルガー。さあボールを中盤で回していくレッチェですけれども、サイドバルトロメオが駆け上がる、いいパス翼へ、しかしこれはハムルカカット、ボールはカペロマンへ、カペロマンドリブル個人技かわしていく、ドリブル突破図る、しかしこれはレッチェのディフェンスがついていた、ボールは翼くんへ、翼からマンチーニ、マンチーニドリブル個人技翼に預ける、そしてサイド上がっていたチェーザレ、いいね、サイドバックチェザレからマンチーニ、クロスが上がった、これは打てるか、これで回るパス、ドメインにゴン、シュート、惜しかったですね。
思い切っていってましたね。ファーストゴールクイズ、やんないと ね、 そうですよね。ファーストゴールクイズ、いやドメイニコとかね、今日はそういう選手が決めるんじゃないかなっていう気はするんですけれど、激しいチェックに、どうだろう、後ろに僕の予想はじゃあ左に備えて下がったボールはリードレハンブルガー、あ、今キープしてます。リードレで行きたいと思います。で、彼はあのゴール決めてますからね、一回。左から行きます。さあ、カルツくんが駆け上がる。左サイド、カルツ、キャプテン。うん。カルツくんはね、地味なんですけども、非常に重要な仕事を毎試合毎試合やってますからね。守備で大貢献。守備で貢献してるし、かといって、試合から決して消えていないというかね、決定的な仕事でちゃんと目立つ仕事を。していますからね、それが一番難しいと思うんですよ、守備をしながら試合でも目立つっていうね。小さく出した、うん、カルツくん、さあボールはハンブルガーが支配してます。ボールはカルツへ、カルツ、ハリネズミ、不審技、右カペロマンに振る。カペロマンからの縦パスは、これはレッチェディフェンスがヘディングでクリア。翼からアロンデ、カルネバーレ、そしてサイド開いていたマンチーニ、右サイドエグテク、一旦戻します。ニコーラ、ニコーラから縦へのパスはこれはカットされた。ハムルが守備が非常に硬いですからね、ここまでずっと接戦をものにしてきているだけありますね。ハムルが SV はずっと PK で勝ち上がってますからね、粘りのハムルが。あっとこのパスは流れてしまったか。もっとサイドを使えというようなアピールをしてましたね。お、サイドを使え、つまりカペロマン頑張れってことかな。おー、スライディングタックル、翼くん果敢にボールを奪いに行きます。皆さんからのコメントでね、もっとカルパッカムね、もっとカペロマン頑張れよっていうのがあったからね、ぜひ頑張ってもらいたいですね。さあボールをカペロマンへ、クロス上げる、おー、ダイビングエンドリードレ、惜しい。うわー、カペロマンからいいクロスがリードレに行ったんですけれどもね、ボールにちょっと回転がかかっていたせいなんでしょうかね。右へと逸れてきました。今のはでもいい形だったな、好きだな。さあどっちもガンガン攻めてきますね、うん、さあバルトロメオ、この人の駆け上がりが非常に重要なファクターになってきますよね。レッチは、さあ翼のシュートは体を張ってポブルセンがスライディングで止めた。ニコーラ、いやポブルセン見せますね。さあヘッドで競ったボール、ニコーラからサイド、バルトロメオ、バルトロメオ、このボールをカペロマンが奪う。ボールは一旦切れます。スローインで再開、ドメイニコ激しいマークを見せます。一生遅れましたね、うん、おー、フリだ。さあリードレがキープするぞ。リードレスライディングにミケーレが奪う。ナイスガッツ。ボールはすぐさまマンチーニへ、マンチーニフンフンドリブル、そこにカルツがつく、カルツがついてる、一旦戻します。コンビネーション、チェーザレ、マンチーニ、マンチーニからニコーラ、ここに来てます、クロス、ヘディングシュートは母ちゃん、ゴールの上に行ってしまった。現在この大会ゴール数、今2ゴール決めてますからね、カルネバーレ。ヒューガ君の3ゴールを追っていますから、この辺の得点王争いも非常に楽しみなんですけれども、さあリードレ、このボールドミニコが奪う。さすが中盤の潰し屋、ドミニコから大皿翼、マンチーニ、しかしこれはインターセプト、おお、スライディング、こぼれたボールリードレが拾って、キャプテンのカルツへ、カルツ、ハリネズミ、ハリネズミ下げる、コブルセンへ、トップ下、そこに翼がつく、おお、食い下がる。さあレッチェがこのボールを奪ってます。サイドニコーラから大皿翼へ、キャプテン、りません翼からマンチーニ、サイドチェーザレを使っていく。さあ突破できるか、縦へのパス、翼からマンチーニ、クロス下がるか、中探してる、上げた、エーディング、うわー、惜しい。カルデバールですかね。ハンブルガーディフェンス硬いですね、決定的な仕事させません。大事なところ、さあ全体的にレッチェが押し気味に試合を進めていますね。シュートはディフェンスだった、これでまだシュート、これもディフェンスが体を張ってブロックします。うわー、ここ
どこへ出してくるか。よくブロックしましたね。さあコーナーキック、マンチーニ、ラストチャンスを生かせるか。これはヘディングでクリア、クリアボール。大事なところ。さあ拾ってます、レッチが拾ってます。ニコーラ、ロスタイム2分で表示されていましたけれども、ニコーラキープ、ドミニコへ。チャンス作れるか、アロンネ。しかしこれはカルスが、カルスが対応、カルスがボールを奪って、そしてここで前半終了です。汗を拭うカルツくん。いやー、なかなか白熱した試合ですね。わあ、久しぶりなんで僕も興奮しっぱなしですわ。非常にいい形でシュートを打ってきました。うん、そうですね。まあ、もう今日ね、くしくも、J リーグが開幕しましたからね。まさに再スタートにもってこいの日にち。それからさっきまで画面に出ていたハイライトシーン、さっきちょっと前半の方を見逃してしまったけれども、これがカルネバールのシュート。はい、そうですね。これちょっとさっき見逃しちゃったけど、場所としては申し分ないですね。前半最初のシュートですね、ドミニコの。にとっては残念でした。うん、ハムグルムそう、これが見たかった。これ修正して、この後挑まないといけない、ね、カペロマンのクロスにリードレがダイビングヘッド。後半どのような展開、このシュートいいな。前半を終えたところで0対0、両チーム無得点で折り返しています。さあそれではハイライトシーンをご覧ください、うん、さあスタッツなんですけれども、おお、レッチェが一方的に試合を制してました、制してますね。噛むなよ、久しぶりなんでごめんね。いやでも面白い、シュート数はそんなに多くないんですけど、スピーディーな展開なんでね、見ていて楽しいですね。後半の笛が鳴りました。エンドが変わりまして、右にエンドを取る、さあ今度は左のエンドを取るのがハンブルガー。サイドリンツ君に渡す、スルーパス、リンツからカルツへ。さあ、お、フェイントを入れた、フェイントを入れてポブルセン、ポブ、ポブボールをキープする。このパスは、おー、ヘイディング、ダイビングヘッドでカルツを防ぎます、レッチェ。おっと、これは危ないぞ。なんとかここはクリアします。さあセカンドボールはハンブルガーが拾って、カペロマンフリーになってた、カペロマンエリア内に入っていったが、これはボールを奪われた。さあクリアする、カルネバーレ強引にボールを前線に送ろうとしたが、お、強引に自分のものにしたカルネバーレ。そしてサイド、バルトロメオからドミニコ、パスを回していく、レッチェ、アロンネ、アロンネ行くか、得意の、いや不得意だけど得意の左サイド突破。さあセットプレー、翼、カルネバーレ決めた。後半にやってきました、レッチ。そしてこの踊り、母ちゃんダンス。セットプレーからカルネバーレがヘディングで決めました。いや、打った本人も納得のセットプレーでしょうね。さあスロー VTR 見ましょう。さあ翼のこのクロス、形的にはつい先日のバーレーン戦のゴール、日本代表のゴール1点目みたいな感じですね。いや、いいヘディングシュート、カルネバールのゴールでレッチェが先制。確かにここまでのね、レッチェの戦い方を見ると、ゴールを決めるのは後半のゴール率が高いんですよ、レッチェって、うん。さあ中に放り込んだボールだったんですけれども、これはレッチェクリアできそうですね。さあボールクリア、クリアボール、翼へ、翼からカルネバーレ、そしてアロンネ、繋がった、シュートは体、シュート、これは体張ってブロックします。ハンブルガー、なんとかクリア、クリアボール、再びレッチェが拾って、ドミニコからマンチーニ、マンチーニサイドをえぐっていく、マンチーニ切り返して一旦戻す、コンビネーション、マンチーニクロス上げた、これはヘディングでクリア、ハンブルガー。さあボールはヤラ君からカペロマン、これは通る、一旦下げてゴンゲルス、メッツァ、カペロマン、ホブルセン、リードレ、リードレ、鮮やかなシュート、そして抱き合う5人、ホブルセン、やら、リードレ、いやー素晴らしい光景。
リードレ君、リードレ君のゴールで同点です。ここはしっかりと決めてきました。うわーすごい、ハンブルが粘る。カペロマンからフォブルセン、そしてフォブルセンからフリーになっていたリードレ、左足振り抜いて無失点記録を続けていたブルノからゴールを決めました。そしてお、そのリードレ交代です。さあこれでゲームは振り出しに戻っています。しかしまだ試合、いやもうちょっと見たかったけどな、リードレ君。何とも言えません。さあ分かんなくなりました。試合は振り出しに戻ります。ここは叩きます。さあちょっと中に出したボールだったんですが、これはハムルガがクリアしています。いや面白い、意地と意地のぶつかり合いですね。当初は翼対ポブルセンなんて思ってたけれども、まあ確かに2人とも、あれアシストはポブルセンにつくのかな、うん、確かにアシストついてますけれども、こういったね、脇役って言ったら失礼かもしれませんが、やっぱチームプレーですよね。さあクラウスがコンビネーションで抜き去る、サイド行くって、いいクロスだ、あー飛び込んだが、これはブルノ君ナイスキャッチ、やらくんですかね。さあいい形を作ってハンブルガーですが惜しくもゴールならず。そして今度はレッチがチャンスを作ってます。ニコーラドリブルでキープ、一旦戻す、ドメニコ、ドメニコからニコーラからサイド、マンチーニ、しかしリンツ君が対応していました。リンツ君クリア、クリアボール、ニコーラ、ミケーレ、パトリツィオ、しかしカプロマンが、おっとカプロマンがサイドチェンジしてますね。おそらく途中加入のクラウス君が、本来右サイドの選手なんで右に入って、代わりにカプロマンが左に入っているような形になってますね。さあポブルセンからクラウス、クラウスボールをキープ、ここで選手交代がまたあるようですね。さあボールキープ、おっとこれはバルトロメオがボールを奪う、そして左サイドえぐっていく、いい切り返し、クロス入れた、どーい、ハンス君ナイスキャッチ、いい形だったんですけれどもね、ハンス君ナイスゴールキー、ナイスキーパーでした。さあカルツ、カペロマンボールを回す、後半に来て未だ均衡しています。さあ選手交代、ここでアロンデとバルトロメオが下がって、代わりにベニャミーノとアポロが入ってます。レッチェ、アポロ皆さんからこのアポロがなんか言い方がイントネーションが札幌みたいになってるってコメントいただきましたけど、おっとこれはあ上行ってしまった。そしておマンチーニが下がりますね。マンチーニに代わってモゼ君を投入します。レッチェ、ここまで非常に本当そうですよね、ちょっと合いませんでしたね、スタミナを消耗するいいプレーをね、おっと繋がりません、続けていましたからね。さあ後半40分を回ります。総力戦になってます。さあモゼから翼、ツーボールキープからアポロ、ここで奪い合う、一旦下げる、下げたボールをクラスがインターセプトが、しかしニコーラが、いやいい仕事するねニコーラ、今日はニコーラからモゼサイド、うーっとこれはいいクロスが上がったんですがシュートまでいけなかった。翼ボールキープ、しかしポブルセンがボールを奪う、そのボールをカルネバルが奪って、ボールの奪い合い激しいです。さあドミニコ切り返して中央を入れる、ニコーラ縦へのパス、翼、しかしまたポブルセンが翼からボールを奪う、ここで後半終了です。延長戦です。これはレッチェにとっては痛いんじゃないか。ハンブルガーをここまでずっと粘りのサッカーで延長戦 PK ってものにしてきていますからね。いや本当にそうですね、レッチェはこれ初めての延長戦になりますね。さあこれはいいシュートだった、リードレ、レッチェのディフェンダーのプレッシャーを受けながらだったからな、ちょっと外れてしまいましたけれども。そしてこれカルネバルのシュート、そして先制点、後半翼くんのセットプレーからカルネバレー、いいヘディングシュートでした。うん、ゴールの右隅
でそのすぐあとホーブルセンのアシストでリードレが決めました。左足で、利き足ではないんですけれどもね、鮮やかなゴールですね。これで同点。これはいいシュートだったんですけれどもね、ゴールキーパーハンス君ナイスキャッチでした。うん、さあスタッツは、うん、少しずつですけれどもね、ハンブルガーが勢いを増してきてますね。さあ延長戦どうなることやら、非常に楽しみですね。早速じゃあやっていきましょう。おっと、ここでヤラ君を避けてグリーゲルを投入してます。ハンブルガー、まあシュート結構外してますからね。お、後ろに叩いて、さあハンブルガーが後方でボールを回していく。そしてサイドクラウス、メッツァ、メッツァボールをキープ。ニコーラがボールを奪った。いやニコーラ君いい仕事します。ハンブルガーのスローインからメッツァ、うまいですね、右サイド上がっていく、スライディング、これはスライディングでパスコースを消します。さあコーナーキック、蹴るのはカフェロマン。さあこれは狙ってますよ。ヘディングでクリア、クリアボール、クラスが拾って、どうする、ベニャミーノが奪う。さあスローイン、クラウス、メッツァ、この大きなパス、おっとこれはいいパスだ、あしかし届かない。いやもうさすがもう前後半すごく運動量が、すごい運動量でしたからね、両チームとも。もう疲れてることでしょう、選手たちは。さあボールは翼くんへ、翼ボールをキープする。リンツがしかしボールを奪ってホブルセンへ、ホブルセン、カペロマンから、いいパス、フリーゲル、しかしこれはオフサイドか。さあ今の場面いい形だったんですけれどもね。いいですね、コース先読みしましたよ。さあ翼が、翼がキャプテンシーを発揮してます。ニコーラからどうする、サイドチェーザレ、お、いいでしょ、お、スライディングでコースを消す。この位置からスローインに変わります。さあスローイン、ニコーラ、ニコーラ、うわ激しいスライディング。さあチェーザレクロス入れてシュート、これは外してしまった。いい攻撃を見せました。うーん、惜しかった。そしてあ、さっきのスライディングタックルですね、審判流しましたけれども、ここでイエローカードをリンツに与えてます。さあヘディングで競ってこぼれたボール、ホブルセン、アポロが奪う、アポロから翼、そしてここで延長戦前半終了。お、リフティングを見せます延長前半翼くん、リフティングショー。そうですね、両チームともこうした素晴らしい試合ですね。いやーすごい試合です。本当にね、今日は素晴らしい試合を見せてくれてますよね。もう、スタッツに関係なくね、両方のチームのこの気迫みたいなのが伝わってきますからね。さあ延長後半開始です。さあポブルセンの今日は全く目の離せない試合を見せてくれ、延長戦後半が始まりました。リンツ君駆け上がる、リンツ上がっていく、リンツ、うわ倒される、審判流してます。カブロマン、カブロマン中に入れた、なあこれはクリア、クリアボール、翼へ、翼、個人技、ドリブル、ドリブル、ドリブル、翼ドリブル、ドリブル、スライディング、ポブルセンが奪う、翼対ポブルセン。そしてニコーラ君にイエロー、さっきのプレーですかね、リンツ君かな、リンツ君を倒した場面。うん、さあスローインでリスタート、ベニャミーノ、ダイレクトで出す、背番号9ですからね、きついですよね、ベニャミーノ君は。さあボールはポブルセンからクラウス、今のはファールです、フリーキックになります。もうかなり両チームスタミナを消費していると思うんですが、おっとこれはカーペロマン惜しい、わずかに届かず。さあボールはカルツ君からリンツ、
あ、これ流れる。誰もいない。頑張れみんな。そしてここでポーブルセン書いてます。ポーブルセンお疲れ。ポーブルセン守備でも大貢献でしたからね。横へ持っていく。前に出した。さあボールはアポロへ。アポロ翼縦へのボール。ベニャミーノクリアされる。ヘッドで競って、さあ途中加入のインメルからハンス君ボールをクリア。カルツ、カペロマン、メッツァ、ユース時代のコンビからクラウス、メッツァ縦へのボール、ヘディングでクリアされた。クリアボール、翼が拾う。翼ニコーラ、これが最後のチャンスになるのか。ニコーラ、うわー奪われた。さあロスタイムは0分と表示されてます。ここで笛。いや両チームよく頑張りましたけれども PK 戦です。これハンブルガー3度目の PK ですね。今日ですね、どちらとも最後まで集中力を保ってプレーした分、さあ泣いてもらっても PK で決着がつきます。早速じゃあ行きましょうか。ドッキドキの PK 戦。頑張れみんな、どっちも頑張れ。レッチェ対アムグルムザー。さあレッチェ1人目はカルネバーレ。さあ最初の1本決めた。確実に決めてきました。さすがエース。うまく逆をつきましたよね。ハンブルガーはブリーゲル。おお、ブルノが止めた。これはキーパーの読み勝ちでしたよね。さあ2人目、レッチはベニャミーノ。ダーボスト。狙いは良かったかもしれませんけどね。取れましたね。さあハンブルガーはカペロマン。決めます。逆でしたね。さすがです。落ち着いてます。レッチェはモゼ君決めてきました。ちょっとね、読みが外れましたね。2対1。ハンブルガーはクラウス。ああ、これは左それていってしまった。さあ翼、さあここで差を広げられるか。決めました。さすがキャプテン。さあハルツ君最後のチャンス。あー、バーに当たってしまった。3対1 PK。 レッチェがハンブルガーを下して決勝戦進出を決めました。おめでとうレッチェ。カルツ、いやよく頑張ったよ。 PK 戦という結果になりました。試合を振り返ってみていかがでしたか。はい、最後 PK はありましたけどね。ここでハンブルガー SB。レッチェとしては PK、ここまでずっと PK 戦を勝ち進んできたんですけれども、皮肉にもこの準決勝、その PK 戦で破り去ってしまった。後半9分、レッチェ。さあハイライトシーンを見ていきましょうか。これがレッチェの先制移転。大空翼からカルネバーレ、シュートに至るまでエースの一発出ましたから。そしてそのすぐあとホブルセンのパスからリードレー。かっこいい、こういうシュート大好きです。ものにしました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。翼が見せればホブルセンも見せると。ではハイライトシーンをご覧いただきながらお別れとなります。ごきげんよう、さようなら。そしてこれが母ちゃんのシュート。惜しかったね。審判流したんですけれどね。そしてこれが、これもそうだね、リンツ君がドリブル突破、審判流してカプラマン。クロスを入れた場面は省略されちゃったけどね、あれもいい形だったんですけれども、うん、さあ試合は1対1 PK 戦。レッチェがハンブルガーを破りました。決勝戦進出です。破れたハンブルガーもよく頑張ったと思います。シュート数は10本3本と差はあるです、ありますけれどもね。さあ個人試合記録なんですけれども、おブルの 5.5 点、そしてマンオブザマッチは大空翼 6.5 点ついてます。カルネバールは 6.5 点、途中から入った選手たちは 6.0 5.5、対するハンブルガー S ビバハンス君 5.5 点、そしてボブルセン 7.0、 今日一番高い点数なんじゃないか。うん、いやーボブルセンもね、もう必死に翼にくっついてねボールを奪って大貢献だったんですけどね、うん、1対1非常に楽しいゲームでした。そして、久しぶりのねキャプテン翼ロックだったんで、僕も
常に楽しみだったんですけれど、なんかね、開会日で大興奮ですみませんでした。まあ、いろいろとね、再開したばっかりでね、実験的な要素がしばらくの間、続いていくかと思うんですが、まあ、徐々にね、環境に慣れながら、安定期に入っていこうかなと思ってますのでね、またご興味がありましたら次回の動画にぜひ、遊びに来てください。次回は、ゴールド VS イベントス、ね、アモロ君対ヒューガ君の対決になりますのでね、お楽しみに。僕も楽しみです。はい、そしたら最後までご視聴どうもありがとうございました。まだね、もうパソコンは壊れないよ。さよなら。